さあ始まりましたワンキャリアをお届けするキャリアトーク番組ボイス課長よろしくお願いしますお願いしますちょっと久々ですねそうですね今年初の、はい、あのボイス収録になったんですけども、はい、課長最近なんかハマっていることとかありますかそうですね僕まあ夜お店に行ってお酒飲むってことよくやってたんですけど今できないじゃないですか、はいうん、なんで結構その,あのボトリングティーみたいなほう なんかこう瓶でう瓶にお茶が詰めてあって<う>それ結構か買えるんですけど、はい、それに今はまりまくってますえー、え、いろんな種類のこうものを集めてるとか,ですかお茶いろんなお茶があって、えー、それがまたうまくて。えー 一人の夜にね、すごい染みるんですよ。一 <laughs> 人の夜にこう飲んでるわけです。はいはい、なかなかちょっとね、あのマネし,してみようかなと思ったんですが、ちょっと悩むやつですもん十、ね、<laughs> 本ぐらいストックあるんで、<laughs> もう本当に足りてますけど。わ <laughs>、はい、かりました。ありがとうございます。今回はですね、<笑><笑>何のコーナーだったの今？<laughs> はい。今回はあの、はい、創業からですね、百八十年続くライフスタイル商社の豊島からですね。 多様な部門で活躍されている社員の方々をゲストにお呼びしております。180年っっってめめちちちゃゃゃ老老舗舗でですすけどねめちゃくちゃね老舗ですよねくよライイフスタイル商社っていう名前がんかね、うん、ちょっと今っぽいっていうか確かにカタカナですねそうカタカナ使ってきたかみたいな <laughs>、まあ、そこらん聞きたいですねどういうことなのかっていうのね。そ,でそれではボイススタートです。 早速今回のゲストのご紹介です。豊島で営業チーフを務める戸田敦之さんと広瀬祐樹さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします,しします。すごいね。まずおしゃれな二人のが出てきていただきましたけど、おしゃれ。そこら辺んもちょっと今日聞いていきたいなというふうに思っています。はい で本題なんですけども今回はですねライフスタイル商社を掲げる豊島の現場社員のリアルとはということで,ですね総合180年でここからどのようにですね進化していくのかそして現場のですね勝者パーソンのリアルなどをですね深掘りしていきたいなというふうに思っておりますその前にですね早速戸田さんと広瀬さんの簡単なプロフィールをですねご紹介したいなというふうに思っておりますまず戸田さんですね 新卒で豊島に入社されますとでそこからですね東京のメンズ製品部隊で業務を行っっていいらっしゃいます現在は大手量販携帯の顧客や大手 SC 携帯の顧客と日々取引を重ねられていらっしゃいますそしてプライベートでもですね子供3人のビッグダリーとして運動中ということで <laughs> なんかあのす,すごいですねこの ご洋服であの三人ということでちょっといろいろ突っ込みどころがありそうだなというふうに思ってますが <laughs> <に>あのいろいろ聞いたらなと思っておりますもう一方ですね、えー、広瀬さんですけどもまず中東として2016年に豊島に入社されます、えー、1年目はですね子供服部隊にて量販店向けの営業を担当されます2社目ですね百貨店ブランドのレディース営業部を担当されて3社目では豊島で えー、子ども服部隊で量販店ショッピングセンター向けの営業を行っていらっしゃいます。よろしくお願いします。失礼します。はい、課長ここまでですね。あの気になることとか何かあったりしますか。そうです。やっぱりおしゃれに対する意識は高いですかね。この会社の雰囲気的には。そうですね。まあ、じゃないとこの感じで来られない。今日はすみません。これは <laughs> あの。 今日なんかちょっと服装自由でいいですよっていう話だったんですけど普通に私服できても芸ないかなみたいなところでなるほど一応老舗感を演出したいなってそれはもう豊島魂がもう完全に入ってる、はいね、めちゃくちゃゃく入ってます <laughs> <laughs> ありがとうございますでもあれ3社目で豊島さん、はい、っていうことででもずっと服には興味あってっていうことで。はい、1社目の時からずっと同じ 繊維のお仕事をさせていただいてて、えー、ようやく実は1社目の時も受けてたんですけども、リベンジで、ようやく取締に入ることができました。リベンジで、やっと念願のみたいな感じなんですね。はい、おお、なるほど。そこまでね、こう魅了するものがあるっていう、確かに思いますので,です、ね。何がそうさせたのか、気になります、ね。気になります。 でまずご視聴いただいている皆様に豊島さんがです、ね、えどんな会社なのかを知っていただくために戸田さんにご説明いいいただいてもよろしいでしでょうか、はいえー、と弊社、まあ、豊島株式会社は、まあ、あのいわゆる商社業界、えー、というところに、まあ、属しておりまして、まあ、商社の業界でいくと、まあ、総合商社専門商社っていう、まあ、2つあるんですけども、えー、我々豊島は、えー、専門商社という、えー、枠組みに属しています。 で取扱い品目は、えー、基本的にはあの繊維製品っていうものが、えー、と中心にはなるんですけども、えーまあ、今皆さんが着ていただいている、えー、お洋服の主原料となる、えー、と綿花とかあとあのウールとかですね、まあ、羊毛とかっていう原料から、えーとまあ、今皆さんあの重複するんですけど着ていただいているようなお洋服の最終製品っていうところを、まあえー、主に取扱いをさせていただいてます。で今だと まああの結構多種多様な、まあ、時代の流れに合わせて、まあ、EC の事業であったりとかあとはまあお洋服に関わる雑貨っていうような、えー、ところまでを手がけているというような会社になります。じゃあ結構そのいと入社できないいやそういうわけではなくてまあどっちかっていうと僕もその。 ファッション自体は好きではありましたけどなんか服が好きだから絶対とかっていうことはまあ一切なかったですねなんか面接の時ファッションチェックされるとかそういうことはない、はい、いやなかったはずですね <laughs> もしかしたら見られてたのかもしれないですけど <laughs> そうだったら多分着物で行ってたと思います <laughs>、まあ、結構いろんな人がいるっていうそうそでほどえチーフっていう役職は 課長よりは上 <laughs> いやいやいやあの <laughs> 課長より下でございます, <laughs> いますなるほど僕より下 <laughs> なるほ、ね、今これ上下が上下 <laughs> <laughs> ですねそうですね <laughs> 広瀬さんは中途入社ということなんですが、はい、豊島さんでは珍しいんですかそうですね私が入社した時は ほととんど多分いいなかったと思いますで。それからまあ今5年6年ぐらい経つんですけれども<あ>徐々に増えてきまして<あ>最近では中途入社の人も少しずつ増えてきてきいますへーなるほど、ね、えそのすごく疑問なんですけどその新卒でも受けてでもご縁がなくてそれでもその3社目でやっぱ働きたいなと思ったのはなんか他社にいる時から豊島の社員ってすごい勢いがあって、うん、すごいキラキラしてたんですよね<ー>やっぱり。 で、それって最初の新卒の時からイメージって変わらなくて、うん、で、本当その他の会社いるときに、まあ、ご縁があって、豊島にちょっと入ることができて。<ー>まあ、その時と印象は変わらないなという感じです。ええ、キラキラしてる。キラキラしてる。なんか伸び伸びとしたみたいなイメージなんですか、それは。<や>会社で働いてみると。仕事的にはみんな、こう、バリバリやってるんですけど、<ー>本当。他社にいる時から。 豊ってやっぱ裁量が一人一人にあってすごい自分で決定権もあってあ生活すごい仕事も生き生きキラキラしてるなという印象で実際そうですか,か社員の方々皆さんこうそうですねあのそういう意味では入社してから、まあ、僕入社10年目になるんですけどイメージは一切変わってないかもしれないです。 えー、生き生きとこう働いてるっていう。そうですね。うん、生き生きなんかこうみんなでやるぞみたいな雰囲気と、うん、ま仕事の時は本当にみんな本気でやるんですけど、うん、ま反面遊びも本気というか、うんうん、もうなんかオンとオフの切り替えめちゃくちゃこうしっかりしてるみたいなところは今も変わりなくっていう感じですね、うん。なるほど。わ<ー>かりました。それではですね、あの今回のですね前半のトークテーマをですね改めて見て行きたいなというふうに思っております。えー、こちらです。 まず一つ目がライフスタイル勝者を掲げる豊島の現場社員のリアルということで、うんうん、やっぱりライフスタイル勝者っていうね、やっぱりキーワードがすごく気になりますので、こう聞いてみたいなと思ってます。二、うん、つ目が豊島で働くとはで、で最後は課長からの質問というあのコーナーができておりまして、こんなんありましたっけ？これないっすよね。ないです,よね, <laughs> いですよね。課長からの質問うもしてますけどね。<笑><笑>そうですよ。確かにね。まあまいろいろ聞いた上でね、うんはい、できたわけです。はい。<laughs> はい。 でではですねまず一つ目なんですけども、はい、ライフスタイル商社を掲げる豊島の現場社員のリアルということで根掘り葉掘り聞いていきたいなというふうに思っているんですけどもライフスタイルっていうとこうねあの僕がもし視聴者ならこうすごく大きいっていうかもう人生そのものみたいな話なのでなんか全部入りそうだなっていう気もするんですけどん,なんかもうちょっとこう解像度を高めるとど,どういうふうに理解したら我々としてはよろしいですか我々繊維がまあ基本ななんんですけれどももやっぱこう今ののご時にに合わせていろんなものにこう なんて言うんですかね繊維だけやっていてもやっぱりこう今のご時世ではなかなか追いつかないところもありますのでご時世だったり今の既存のお客様に合わせてニーズに合ったものをやっぱやっていかなきゃなというところで今ライイフスタイルととししてて奔走いいるところでございます、まあ、ちょっとすごいライフスタイルっていうのがなんかこう漠然としているってまあちょっと捉えられちゃうかもしんないんですけど例えば弊社で今こう新しくやっていってる領域としては。 こう繊維製品なんですけどファッション品だけじゃなくて例えばあの医学の方の医療<ー>ああいうところへのこう製品の供給であったりとかあとはその健康管理、えーまあ、いわゆる何ていうんですかねこう寝てる間に自分の体がこうどういうふうになってるのかとかっていうのを数値で管理するとか<ー>、まあ、そういう事業領域も含めて本当に人に寄り添うっていうところを、まあ、今まで以上に、えーまあ、やっていきましょうねっていうところを かなというふうに思いますうんなるほどなんだその衣服,衣服だけじゃなくていろんなものを通じてこの人々の生活を豊かにするみたいなああそうですねイメージを入ればいいんですかね、はい、なるほどねそこに関してはその豊島さんのこれまでのなんていうんですかこう歴史というか結構備わっている技術みたいいっぱいあるじゃん繊維中心にした、ね、それを生かした延長線上なんかもう全く新しい技術も取り込んでやりましょうってことが いやもう完全に前者ですねああの新しいことをやっていくから今までのこうビジネスモデルとかスキームを一気に変えるっていうわけではなくてまあ創業以来180年いろいろ関わってくださっているあのパートナー企業さんであったりとかまあそういう方たちと一緒に新しいニーズに向けてやっていきましょうねっていうところが。はい、もちろんですあなるほど。 実際、ななぜですね、繊維メインだったものからライフスタイルっていうものにこう広げようとしているのか、それは多分広げなければいけないというまあマストみたいな部分と、あとし広げたいみたいなその両方あるなっていうふうに多分思うんですけど、なんかどうどういうふうに私たちは解釈すればよろしいですか。まあ本当に求められてることの幅が広がったなっていうところと、うん、まあやっぱり今でいくと、えー、まあそもそもコロナ以前から。 えーまあ、そういう流れっていうのはあったんですけども、まあ、この今回世界的にこうパンデミックになってしまったコロナっていうものがさらにそれを後押ししたかなっていうところは感じてまして<おー> <laughs> まあ実際こうじゃあコロナの最中に外に出れないじゃあそんな中でファッション品を例えばこう今まで以上に買いますかっていう問題に実際こうちょっと直面したりとかっていうのはあったんですね。<笑><笑> でそうなった時に、えーまあ、実際世の中のニーズっていうのが、えー、ファッション品ではなく、まあ、本当に医療の最前線で働かれてる、えー、方々の物資が非常にこう少なくなってるとかうそういうところに我々繊維をまあ成りわいとする企業として、えー、できることがあるんじゃないかっていうところをこう、まあ、ある意味そのコロナをきっかけ としてっていうのが正しいかわかんないんですけども本当にこうリアルに考えさせられるようになったなっていうふうには感じてはいます、うん、確かにそのコロナになってなんかそのライフスタイルってことにものすごい考える時間が増えたというかそうですねなんかあ朝早起きしようとか、うん、ね睡眠の質高めようとか毎日こんなもん食べようとか自炊しようとかそういうところになんかちょうどね今 世間も目が向いてると思うんで、うん、でなんか流れがあってんのかなっていう感じが、ねうん。確かにね、そうするとやっぱお茶をね十種類ぐらい家に置きたいみたいな家もね <laughs> 出てきますもんね。そうなんですよ。その <laughs> 通貨めっちゃするようになったし。<laughs> そう,なんかそういう意味では確かにどういうことされていくのかみたいな結構興味ありますねね島確かにお二人とも、まあ、いわばこの10年間ぐらいずっとこの繊維とか衣服に関するお仕事をされてらっしゃるわけじゃないですか。うん、であの、まあ、戸田さんは医者、まあ、でや,やられてますけど広瀬さんは、まあ、いろんな会社を経験されてると思うんですけどやっぱりその時代時代に応じて。 この衣服とかそ,のそういうものに求められるあるいはあのライフスタイルの考え方とかってやっぱり変わっていくものなんですよね多分やっぱこう売り方っていうのも変わってきてるので<ー>あのこの10年ぐらいこのお仕事させていただいてるんですけどこれまでってやっぱ EC とかっていうよりはもうお店で売るっていうのがほとんどだったと思うんですが。うんうん 本当も EC で何をどういうふうに売っていくかとかどういうふうに売ったら売れるとかそういう考え方がちょっとやっぱ変わってきてるので我々も商品作ってるだけではなくてお客様と一緒にこういうものを作ったら EC だったらすごいこういうのが映えそうですよねとかちょっと提案の仕方もちょっとずつ変わってきてるかなというふうには感じます。確かかかかに店頭行って買買ううのとあののととととと EC 上上ででウェブ上で買うのとかだと見せ方方もも違いいますすんねこう映えやすい写真,あの、ね、写真の作り方とか 確かにそこら辺は違いそうですよね。そうですね。確かに。うん、か具体的にお二人はですね、どういう普段仕事をされているのかっていうのちょっと伺ってみたいなっていうもうんですが、うん、じゃあまず広瀬さんからちょっと伺ってもよろしいですか。はい。私は今子供服を担当しておりまして、子供って言ってもすごいサイズがいっぱいあると思うんですけど、今じ、えっと私が所属している部署では、本当赤ちゃんから と160センチもほぼ大人と同じぐらいの小学校六年生とか中学生ぐらいまでの医療品を使っています、うんうん、その中で私は今新生児医療という本当に生まれたての赤ちゃんが着るようなところからベビーそしてのティーンズと呼ばれる140から160センチのおしゃれが大好きな女の子のゾーンのお洋服を担当させていただいてますえ、幅広すぎませ <laughs> 非常に幅広くやらせていただいているので、えー、確かに なんか求められることが違いそこでなんかそのおのおのが全然違いますねそうですねやっぱ大きいサイズとかだと今の本当にレディースのトレンド情報盛りだくさんだったりとか<ー>でちっちゃいサイズだと逆に今度は素材だったりとか機能面だったりとか,か求められることがそれぞれ違うので、まあ、大変は大変ですけど楽しくやらせてていいただいてますで機能面とかめちゃめちゃ進化していくじゃないですか。はい その最新のトレンドどういうふうなところで情報収集させしてるのかっていうのははいそこはやっぱ弊社の強みであるのがはい、はい、やっぱり原材料から、はい、まあ製品まで全て行っているのでまた製品の中でもレディース、はい、メンズキッズスポーツだったりユニホームだったりとかさまざまな分野であの商品を作らせていただいているので、はい、横々での情報が非常に多くあります、はい、そっかそれは豊島さんならではというか、はい、そっか最新のせいに情報入ってくるから。 あの新しい提案できるみたいなところはあるんです、ね。はい、うん。さっきあの大変、あの,あの大変なことも多いけど、やりがいもあるっておっしゃってたじゃないですか。うん、どういう時に一番、こうやりがい感じられますか。広瀬さんは。そうですね。うん、やっぱりこう、それは入社した時からずっと変わらないんですけど。自分が携わった商品を、こう街中で見たりとか、テレビで来てるのを見た時とかに。<ー>やっぱりこう目に見て、自分が携わった商品がわかるっていうのは、やっぱりすごく。なるほど。やってる感じはします。確かにね、あれ、あれ。 私が作ったみたいなねわ、ね、<laughs> かりやすくなりますもんね、はい、それ嬉しいよななんか喜んでる自分の仕事で喜んでる人とか見るとめっちゃ嬉しいですよねめっちゃ嬉しいですそれ言うんですかそれ私が作ったよって言うんですか一回あの温泉に行った時にばったり会っちゃったことがあって

まああの本当にゾーニングでいくとどうでしょう、まあ、中高生が好きそうなヤングのゾーニングからまあ50代60代のおじ様ま,まで<ー>で、まあ、あの結構多種多様にいろんなこう復種っていうのがあるんですけども、えー、ともうあんまり何かに限定するっていうわけではなくすべててて今やらせてい,ただい,ているような感じですなるほどこれもまたひ広すぎませんか,なんか、ね、<laughs> すごい いろんなニーズありますよねそうですねそのいろんなニーズがあるんですけど、うんはい、まあでもどうでしょう,こうそれこそなんか時代の流れ的に今の50代60代の人ってちょっとこう若い感じの格好とかもするんで意外に結構近いのかななっって思ったりりすする瞬間もあまこう幅広く見てて戸田さんがこのお仕事の中で面白いなと思う瞬間とかそういうのはなんかどういう 自分たちが、まあ、お客さん、まあ、我々の,その売り先さんとかあとまあ生産してくれる工場さんといろいろ日々打ち合わせしながらものを作っていくんですけど、まあ、それを最終エンドユーザーの方が手に取ってくださっていたりとか例えば今だと SNS でなんかこんなコーディネートしてますみたいなとかをこう出してたりとかでそれがすごく拡散されてたりとかすると。 あなんかニーズをちゃんと汲み取れてて良かったなみたいなのはやっぱり一番こうその瞬間に思いますね。それ戸田さんあのいいに押しまくるんですか。ババババババともちろんです。もちろんです。率先して押します。そうですよねこれね嬉しいですよね。同じ学会で持したいっすよね。そうですよね。総合勝者というかいろんなこう範囲をねあの扱える勝者の面白さも多分あると思うんですけどそれにこう行きたかったとかぶっちゃけ。 なあったりされましたかっていうのもやっぱ学生さんそこらへん気になるなっていう気がしていてなんかこら辺はどうですかじゃあ戸田さんから正直な話を言うともう僕も就職活動をしていた時は受けてました、うん、ただ手当たり次第ではなくて、うん、僕はやっぱりこう繊維がやりたいっていうのがあったので<ー>例えば繊維部門を先に決めれるとか、うん、そういうフィルターはすごくかけてましたね<ー>で最終的にじゃあなんで あの専門商社にしようって思ったかっていうのがあるんですけど例えば総合商社っていうのは結構その投資系の案件が多かったりとか5年間で100億円やりましょううっていうプロジェクトそのプロジェクトって一人でやるわけではなくてなんか10人の例えばチームになって10人で5年で100億やりましょうっていうやり方なんですけど専門商社はえ例えば5年でその100億っていうのを。 一人の営業マンが1年20億をやっての百億。どっちの方が個人的にこうスキルがつくかなとかどっちが自分が求めてるものなのかなっていうのを考えたときに圧倒的に後者だったんでまあその専門的なスキルとやっぱり自分でこうなんていうんですかねその、 一つの売り上げ大きい金額をやってみたいっていうようなやっぱり気持ちがあったので、もう専門商社にしたっていうような経緯があります。うんなるほど。実際入ってみてでもなんかとはいえ、あっちならできたのになとか逆にそれがあったからこそあ豊島ならこうできることもあったなとか。うん、そこそら辺でどう整理すればいいですか。なんか入ってからなんか総合商社が良かったなって思ったことは正直なくて、うん、ただなんかやっぱりその冒頭の話に戻るんですけど。 まあ今本当にそのライフスタイルっていうものが大したようになってきてますので、まあ、なんかこう繊維製品以外で何かこう新しいことをやっていくってなった時にやっぱりもう完全に今までのスキームからこう移っていかなきゃいけない中で、うん、なんかこうそういう全く違うものの情報っていうのはちょっと限定的になってるのかなっていうのは感じる部分はあります。うん、はい